母ちゃんの手紙の返事書こうとしてるんだけどよ。真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ。青春はやめろよ。分かってんだ、調査兵団で生き残りたいならもっと鍛えなきゃダメだって。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだな。差をつけられちまったか。なあ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか。巨人の討伐経験を積んでおきたいんだ。実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。いいだろう。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まあ、あんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぞ。俺がやるんだ。どう食うか未知なんだしよ。巨人と戦うなんて二度とごめんだと思ってたけど、これが俺たちの選んだ仕事なんだ。どうせ戦うんなら徹底的にやってやろうぜ。腕を上げねえと死んじまったマルコにも笑われちまうだろうしな。任せとけ。うざまだ。助けが必要だな。行ってやろう。任せていいよ。頼んだ。そんなの容易だぞ。押されてやがり。どうでるさ。ここが悪いな。助かる。気にしないでください。おじさん、リヴァイ出てる。頼みます。ゴやっぱりすごいね。私
なんかとは全然違う。完璧だな。当然さ、倒さ、任せていいな。任せておけ。そろそろ例の作戦を始めましょう。急いで拠点を作れ。救援要請か。無視はできねえな。
巨人は神経の手に上がる。やるな。敵か。やるな、お前。拠点を
作れ。倒さ。やり抜かなきゃなんねと相手するじゃあ頼んだ任せとけどうだ完璧だろ倒したゴブリお願いしますよ了解した行ってやろう当然だ。何なの余裕だ。相手する。巨人は神兵の手に余り、やるか。立ってもらって正解だったぜやっぱり実戦慣れしてるだけはあるこれくらいやれれば誰のとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされずに済むかもなそれにこの腕なら調査兵団でもなんとか生き残っていけるはずだの任務うまくいったなお前にも世話になったまあ俺自身も相当頑張ったけどよ前は憲兵を志してたけどいつか巨人と戦わなきゃいけねえのはとっくに分かってたんだけどエレンみたいに思ったまま動けるわけもねえ誰もがあいつみたいに強くねえんだトロストクで巨人と戦って兵士になったことを後悔した
巨人がどうやって人間を食べるのかも見ちまったしな。けど逃げるわけにはいかねえだろう。俺は調査兵団でやっていくって決めたんだ。まあこれでもういつ死ぬか分かんねえし、親孝行もしねえとな。母ちゃんの手紙も返事出しておいたぜ。まあそうかもな。ほんと子離れのできねえ親で困るぜ。そのうち顔でも見に行くさ。さっきはああ言ったけど、まだまだ死ぬつもりはねえからな。そういうわけで今後もよろしく頼むぜ。お互い死なねえよう助け合っていかねえとな。